もうセットアップまたがなくなったじゃないですか、中継ぎって。お二人に共通したキャッチャーってのは谷繁さんなんですけども、本当の勝負のところでそういうなんか考えられないことをしますよね。ただその試合数は増えても、確かに今の最多勝なんかやっぱりそんな20勝とかなくなりましたよね。リリーフがこうやって中入るから絶対その勝ち星消える確率は高くなりますよね。確かにその先発クローザーこの2投手なら全然また変わってきますよね。そうそう、直結していけばちゃんとしっかり投げれれば多分数は増えるんですけど、もう6回とかで下がっていくからそうなるわけで、そういう確かにそういうことで、じゃあいわゆるセットアッパーっていうのが結構一番きつい時代を迎えているということですか。きついよね、セットアップはきついですね、まあ、ただ昔と違ってもうセットアップはまたがなくなったじゃないですか、中継ぎって、まあ、昔はもう平気でまたいで投げてたのが、もうセットアッパーって言っても1イニングって決められてるから、そういった面ではやりやすいとは思うんですけど、特にもうパターンが決まってて、イニングが決まってるピッチャーだったら、それだったら楽ですよね。これが7回行くのか、6回行くのか、7回行くのか、8回行くのか分からない時っていうのは、それはしんどかったですけどね。肩を作るという作業で、まあ、個人差あると思いますけど、佐々木さん、肩は何僕、7回裏ぐらい始めて、僕20球ぐらいですね。はい、13球だったんですよ、たまたま13球合わせたわけじゃないですけど、球種それ使ってたらちょうどその球数だったんです。でも全力で投げることはなかったですね、1回目の作りで。1回目はね、そうですね、2回目だね、もうここら辺の感覚だけですよね、指先の。で2回目の行くぞっていうので初めて投げるぐらいなんで、でもセットアッパーにしよう、そのストッパーにしよう、いや、いつもそれをやるっていうのは、だから出る出ないじゃなくて作るのはやっぱり作るんで、でこれほど先発完投がなくなってる時代でやっぱりきついですよ。さて、ちょっとまた話は変わりますけども、お二人に共通したキャッチャーってのは谷繁さんなんですけども、佐々木さんはもう、ね、いつも首振ってもよかったんですけどでも首はそんなに振ったことはあまりないですよ。しげもしげで分かってて、自分が今日調子悪いなっていうかリードでミスが多いなった時はちゃんと最初の子投げる前に今日調子悪いっすわっつってお願いしますって言ったり、大体谷繁さんのリードの癖とか他のキャッチャーの癖とかあったと思いますけど、相性はいい方だった。谷繁には相性っていうか信頼してましたから、もう信頼して放ってましたから、首振ることはほとんどなかったですよね。で、お前そこをここはまっすぐやろっていうような食い違いはそんなになかったですね、はい、で本当に投げたい時は首振って投げる時はありましたけど、性格的には強気な性格なんですか、谷繁さん、それとも慎重な感じなんですか。僕は、まあ、慎重派だと思いますよ。だから両方持ってると思います。強気は強気だし慎重のところも持ってるけど、でも結構慎重派だと思います。キャッチャーに求めるのは佐々木さんは配球の妙ですか、それともそのキャッチングとかいろいろキャッチャーありますけどね。僕はもうフォークボール止めてくれればそれでいいですやっぱサードにランナーいる時のフォークボールの率は下がるんですか。いや、下がらないです。だからそれほどキャッチャー信頼できないとそれは下がっちゃいますよね。これは止めてくれないってどうなのかなと思ったら甘くも入りますし、信頼できなかったらそれは減ると思いますけど、資源に対してはそういう信頼はあったんで、どんどんワンバンでも掘れましたね。はい、吉さんの場合はまあ、キャッチャーで移ってきて横浜から、はい、それで監督も谷繁さんしてますよね。谷繁さん来る前中村さんだったんですけど、はい、中村さんはピッチャーをかばってくれるキャッチャーだったんですけど、しげさんはもうピッチャーを叱るキャッチャーだったんで、はい、だから最初来た時はもうだからお母さんから頑固親父に変わったような感じだったですね。なるほどなるほど。だからもうちゃんと投げれない時はガッと言われますから、まあ、そういった意味で配球でなんでここでまたインコース行くんだろうなって言って最初の頃は疑いがあったんで、はい、こっちからしたら投げづらかったんですけど、うん、でもそれを投げれないならなんで振らないんだっていう感じで、はい、だからそういう意味で配球を意図するまでちょっと時間かかりましたよね最初は。その配球の意図のその一つのセオリーは、はい、谷繁セオリーってのあったんですか。セオリーというか、まあはい、まあ中村さんと谷繁さんはもう中村さんどっちかというと安全なタイプなんですけど、はいはい、まあ、谷繁さんの場合は時に危険を犯すタイプなので、まあ、そこのそれを理解するまでにちょっと難しかったところはありましたけど、まあ、それが分かってからはね、うん、もうすごいやりやすいですよやっぱり。でも例えば監督がサイン出した時に
選手が首振れないですよね。いやそこはもう別に監督だからっていうとか、うん、そういったことはないですね。ないですか。あの一バッテリーでやってるので、割とじゃあ割と谷繁さんはたまにおおこんなここでこれですかっていう時はあったんですね。間に合った。それはギャンブル的なことをするのは、だいたいピンチな時にそれを取っておいた時ですよね。もうだからピンチの時になればなるほど逆に3球勝負で終わらせることは、あなるほど。 だけどランナーいない時に3球勝負使っしちゃうと、ランナーいるときに使えなくなるので、そういったことはしなかったですね。とっておきのというところですね、はい、そういうやっぱり性格の後々を考えても次を考えますね。だからさっきギャンブルじゃないけど本当にこうノーアウトも絶対絶命のところでその配球を使ったりしますね。それもその前はそれまでのこう餌巻きじゃないけど、それはやっぱり投げる方としてはもうだん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 こう信頼をこう置いていけるタイプのキャッチャーだったということですね。そうですね。もう意図が分かれば、うん、投げてる方も、うん、もう投げやすくなりますし、逆に首振ったら僕しげさんの場合はもう2パターンは僕の場合用意してるんで、ああじゃあこっちかみたいな感じでリードしてくれるんで、やっぱり経験っていうのはすごいなっていうのは感じますよね。そうするとやっぱり、まあ、こんなこと改めて言うのなんですか、谷繁さんっていうのは名キャッチャーということになりますよね。そうですね。前用法のキャッチャーですね。でもなんかメジャーに一回誘ったこともFA になった時ね、相談来て、でうちの代理人紹介して向こうの一応トライアウトみたいに受けて、ありましたね、はい、やっぱりじゃあ本当の素晴らしいキャッチャーの、まあ、そうだからあのキャッチングと、まあ、バッティングはねちょっとねあれですけど、キャッチングとはやっぱりそういうリード面では相当な持ってると思います。吉さんもその谷繁さんに取ってもらって本当に勉強になって、それにしげさんインコースのスライダーの取り方がねすごくうまかったんで、だからあそこの角度一つでストライクって言われるのかボールって言われるのかもう、はい、こっち取ったら生命線なんですけど、そこを絶対にもう押し込まれなかったんで、下手なキャッチャーが取ると流れるんですよね、ミットが、そうしたらボールになってしまうんで、そこをもう流れずに止めてたっていう、止めることができたキャッチャーです。なんかよく立川さんがフレーミングフレーミングっていう言い方をしてますけど、キャッチャーの取り方で一つでやっぱりね審判の印象が全然違うみたいですね。よく動かすやつはね、はい、やっぱり審判取りづらいし、だからピッチャーとしたら投げてて際どいとこって止めてほしいんですよ。はあ、こうクッて入れたりしてほしくないんですよ、際どいやつは。はあ、だって動かすってことは、ボールだからボールだから動かすわけじゃないですか。修正するってことで、際どいやつはバシッと止めてほしいんですよ。際どいやつはみんな動かすよな、動かしちゃダメだって、ダメだっていう。ああそうなんですか。はあ、印象に残っている対決っていうのを今振り返ると、フルスイングでやってみたいですね。でも率も残せるしね、彼は。引き出しはなるべくね取っておいた方が、あそこはいいんですよ。